トマムサホロエクスプレス。トマムサホロエクスプレスは、北海道旅客鉄道、JR 北海道が1987年、昭和62年から2007年、平成19年まで保有していた、鉄道車両、気動車で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。最盛期には6編成を保有していた JR、北海道のジョイフルトレインの一つで、苗穂工場でキハ80系を改造して製作された。当初は3両編成であったが、1988年には食堂車を組み込んだ5両編成となった。しかし、スキー人口の減少などを理由に、1998年、平成10年冬からは再び3両編成での運行に戻され、食堂車も不連結となった。さらに、1999年、平成11年にマウントレーク編成として緑主体の塗装となり、内装も一部変更された。2002年、平成14年8月のマウントレーク編成としての運行が終わると、登場当時の塗装デザインに戻され、同年9月14日から毎週末に北海道内各地でさよなら運転を行い、同年10月14日を最後に運用から離れた。本車両の運用離脱により、キハ80系は改造車も含めたすべての車両が営業運行を終了した。先頭車と食堂車は長らく苗穂工場に留置されていたが、2013年9月に解体された。以下の5両編成で運行された。車両番号の横のないは旧車両番号。食堂車を除く各車は普通車扱いである。車体については大枠のみ、再利用し、構え体は完全に新製している。富良野エクスプレスと同様、屋根を車両限界いっぱいの位置まで上げ、客室の高さを上げたハイデッカー構造であるが、トマムサホロエクスプレスでは客室を全面的にハイデッカーとし、また床面高さも、富良野エクスプレスのハイデッカー部分よりさらに80mm かさ上げされ、大枠上面から床面までの高さ 860mm、眺望性が向上された。側面の窓は曲面ガラスとし、屋根部には天窓を設けている。先頭車の前面はアルファコンチネンタルエクスプレスや富良野エクスプレスと同様、ガラスを上下段各3枚ずつ、計6枚はめ込み、運転室の位置を低くし、客室からの全面展望を可能とした構造であるが、トマムサホロエクスプレスでは全面全体を卵型とし、丸みを持たせた形状としている。出入り口扉は側面1箇所に設けている。車体内部の客室床下にスキーロッカーを設置しており、車体側面の倉下に設けられているドアを開閉して、スキー板を出し入れすることができる。車体塗装は、車体の地色を白地とし、側面にはオレンジ色の帯を配し、側面と前面の窓周りをダークブラウンとしている。搭乗時の記事写真では、前面の窓部と灯火類の間の部分もダークブラウン、塗られており、ややイメージが異なる。富良野エクスプレスと同様、グレー基調の室内である。座席は背面に大型テーブルを備え付けたリクライニングシートで、表地のモケットは、灰色濃淡2色である。各席に AV 装置を設置しており、座席背面には3インチの液晶テレビを備え、肘掛けにはマルチチャンネルステレオを備える。液晶テレビはビデオ放送のほか、運転室に設置されたビデオカメラにより前面の風景を映し出すことが可能である。富良野エクスプレスでは日よけのため窓に着色フィルムを貼ったが、トマムサホロエクスプレスでは窓に巻き上げ式カーテンを取り付けている。窓の構造の関係で車内に荷物棚を設置していないので、車端部には荷物置き場とスキー置き場を設けている。台車、走行機器は変更されておらず、台車は DT31 バイト型、キハ83型の付随台車は TR68A、DM8217H エンジン。キハ83型が1台、キハ84型が2台のままである。全長にわたって屋根を高めたため冷房装置は従来のものを使わず、能力 15,000kcal、H のものを車体内部の客室床下に装備している。冷暖房の電源、発電セットはキハ83型に設けられているが、キハ183系と同様の直噴式の DM13HSG 型発電用エンジン、DM82A 型発電機に変更された。食堂車は国鉄分割民営化の際に保留車のまま JR、北海道に承継された岸80型を改造したもので、車体はハイデッカー構造ではなく平屋構造であるが、車体断面形状は他車と揃えられている。塗装は他車と基本的に同一であるが、窓周りも白く塗られている。車内の食堂部分はアールデコ調のデザインで、食堂の座席は一方を2列、他方を1列とした固定クロスシートである。キハ84101.10に、キハ83101は1987年12月10日に落成し、内部運転所に配置され、同年12月19日から、アルファコンチネンタルエクスプレスとともに、札幌トマム間のリゾート列車に使用された。翌1988年4月には、食堂車、キハ85101が、5月にはキハ83102が、落成し、5両編成となった。1989年、平成元年11月3から5日には四国4、県と四国旅客鉄道、JR 四国が共同展開していた観光キャンペーン、幸せランド四国の一環として、JR 四国を除く JR 各社のジョイフルトレインによる四国行きの団体ツアーを行い、その間合いで体験乗車や団体ツアー、高松駅、松山駅などで展示する JR6 社ジョイフルトレイン大集結と称したイベントが開催された。この時に JR 北海道からは本編成が展示されることになり、10月31日から11月3日にかけて機関車牽引で日本海縦貫線、羽根本線、北陸本線などを経由して高松駅まで運転された。11月4日には予算線、高松松山間を自力で走行し体験乗車でも使用、松山駅で展示され、帰路は11月5日、松山多度津間を自力で走行し、多度津駅から機関車牽引で11月6日から11月10日にかけて、東海道本線、東北本線経由で北海道へ戻った。11月6日には途中の大阪駅でも展示された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。